演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら玉露園の辛い生姜湯を飲んでみたいと思います。なんか怖い名前ですね。玉露園さんも今まで結構お世話になってるんですけど、本当に辛いのかな。これは気になるな。特にこれからの季節。それでは、ファミはこんな感じになってますね。ちょっと粉が入って、ではお湯を注ぎます。いい黄金色になりました。混ぜます。はい、いい色になりましたよ。それでは飲んでみます。いや、そこまで言うほど辛くはないかな。程よくピリピリはくるけど温まりそう。辛いと書かれていましたが、そこまでって口の中でこうはまれなく倒すようなそんな辛さではない。むしろ程よいピリピリとした刺激があって、ちょっと舌に残るかなぐらいで、生姜が好きな方にはおすすめできます。ちょっと飲んだ感じはとろみがあって、口の中でそれが長く残ってるような感じですね。なので温かさが持続してとてもいいと思います。これからの季節、こちらの生姜の力も借りて乗り切りたいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。なんかいろいろ使えそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。